あなたは乃木希典をご存知でしょうか。乃木将軍は明治天皇に信頼され、昭和天皇の教育係を務め、日露戦争では難攻不落の旅順要塞を陥落させた軍人です。実は乃木将軍は日露戦争で2人の息子を亡くしてしまいました。しかしよく戦死してくれた、これで世間に申し訳が立つと述べ、その報告を聞いた時に涙を見られまいと明かりを消したそうです。その後旅順要塞を陥落させます。その旅順要塞で司令官を務めていたアナトーリー・ステッセルに対して祖国のために尽くしたことを称え、紳士的に接しました。ロシアに帰国したステッセルは銃殺刑を命じられます。ですがこれを知った乃木将軍はステッセルがロシアのために戦ったことを訴え、処刑を取りやめてほしいと願ったのです。これにより処刑は免れましたが、軍を追放されてしまいました。乃木将軍は残された家族のために死ぬまで生活費を送ったそうです。そんな乃木将軍ですが、明治天皇が崩御されると1912年9月13日に明治天皇のご神栄の下に正座し、自刃し果てました。